この扇風機が、あの、回りが悪いんだよね。ちょっとね、電源入れてみます。うん、あ、大丈夫、こっち撮影してるから。リモコンで回るよ。回んないけど、ゆっくり回って。回んね、うん、ゆっくり回だって、あの、ゆっくり回ってて。首ひりを回してやる、何やってる。やっとこう、回りそうで、もうちょっと回れ。頑張れ、頑張れ。もうちょっとで回る。回んないか、ダメか。って感じなんで、ちょっとね、ベルハンマー塗ってみます。治るでしょうか。はい、ちょっとね、羽とかは掃除してたんだけど、よく見ると結構ね、ホコリがね、結構いっぱい詰まってたりするんで、この辺りをね、ちょっとエアガンで掃除していきます。はい、じゃあ、掃除していきましょう。すげえ、ホコリがすごい。ホコリがすごい。裏側も、裏側もやります。ここだね。裏側の。ここもやっとくか。マイコンの方がダメ。はい。ちょっとね、手で回してみましょう。あ、なんか、こう結構重いね。あ、こんな重いの、これって。ま、でもあれか。モーターだからっていうのもあるけど、なんか結構渋い気がします。こんな回んないんだっけ。でも電気来てないときはもっとくるくる回るよね。なんでね、ちょっとみんなが大好き。ベルハンマー行ってみたいと思います。この軸のとこだね、軸。ここに塗ります。ちょっと振ってから。これぐらいかな？ちょっと回して。ちょっと回して馴染ませます。あー、でもなんか、あー、でもちょっと軽くなった気がする。あ、でさっき、ま、結構力入れて回さないと回らなかったけど、あ、ベアリングの可能性、あ、すげえすげえ、全然、すげえ、これ、手で回る。マジっすか、これ、これ。さっきなんかかなり回らなかったのに。これやったらこう、くるくるくるって。あ、これ、これは復活する兆しあるね。これが原因か。これで治るかもしれん。ちょっとね、全然、雲泥の差だね、雲泥の差。これ、指で、惰性で回るもん。じゃあちょっとね、これでもう一回つけてみたいと思います。はい、じゃあちょっとね、早速交換したんで入れてみたいと思います。入るか。おお、回った。しかも、弱なのにこの強さ。マジっすか。ちょっと強くしてみましょう。あー、すげえ。早くしたらさらに、ガンガン。治ったね、これは完全に。はい、じゃあね、皆さんもよかったら、ベルハンマーで壊れたと思ったら、一回ね、やってみましょう。これだけでも結構ね、5000円ぐらい、もう新品実は買っちゃったんだけど、これはここで使えるんでね、このまま使っていこうと思います。まあね、あんまり新品ばっかりいっぱい買うとね、地球温暖化になってしまうんで、こういうふうにリサイクルでね、ちょっとしたことで治る場合もあるんで、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。また会いましょう。バイバイ。